おはようございます。どうもコロンです。こんにちは、コンピです。さあ、今日も元気いきたいと思います。コーラチームの J1 第16節振り返り、大幅アップデートということで、もう見てください皆さん、こちらのようにですね、今回、このチームごとのフリップを用意させていただいてます。どうされたんですか？なんとですね、昨日のガンバ大阪戦の方でちょっと私の字の汚さ見る見かねたサポーターの方が、なんとこれ全部自作して差し入れしていただきました。いや、本当ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと渡す時にどうしても川の字に耐えられなかったという発言も、されていました。まあ、相当の字が気持ち悪かったと。いや、でもこれ嬉しくない、この動画のため、こんな素晴らしい、だからあの字が気持ち悪くてよかった、な、結果的にね。あの字のファンの人もね、もしかしたらいたかもしれない。何あの字のファン、ファンの方はまあ個人的に書きますんで、はいはい、ファンの方はすみません。ただまあ依然として数字はちょっと気持ち悪い。いらねえよそれは。いや、でもかなり見やすくなってるでしょこれで。はいはい、ちょっと今日はね、この早速クリップを使って進めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、 J1 第16節、全体的な試合このような形になりました。今回はですね、 ACL の決勝がありましたマリノス鳥栖戦は7月3日に延期となっています。いやー、マリノスさんね、ちょっとあの試合も完成したんですけれども、ちょっと非常に残念な試合となってしまいました。で、まずはこの ACL の戦いお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、なので今回 J1 の試合は合計9試合となります。1試合ずつ振り返っていきましょう。お願いします。はい、まずはこちら試合です。東京対ガンバの一戦、0-1、宇野0での敗戦となってしまいました。かなり厳しい敗戦です。この試合ね、点差こそ1点ではあるんですけれども、多くの時間帯、ガンバに、押し込まれて、まあレフェリングとかいろいろ言われてますけど、もう言い訳ができない敗戦だったと思います。実際ね、このソファスコアというものの中で、両チームどちらがこの時間帯押し込んでいたかというところがね、グラフで可視化されてるんですけれども、それを見ても多くの時間帯でガンバに押し込まれていたことが分かります。東京はリーグ戦ここなんと4試合勝ちなしとなってしまいました。で、今回ね、4位のガンバに敗れてしまったということで、なんとか今後ね、上位争いに食らいついていくという意味でも非常に、これは苦しい重たい敗戦となってしまいました。さあ、まずはこの試合スターティングメンバーから見ていきましょう。攻撃陣はですね、久しぶりにトップディエゴ、そしてトップ下荒木という組み合わせで今回スタメンになりました。ルヴァンカップのところのね、疲労も考慮したが、今回松木はベンチスタートとなっています。まず前半見ていきたいんですけれども、東京はですね、攻撃の起点であるこのトップ下の荒木が、まあガンバによって潰されてしまってですね、攻撃がなかなかこううまくいかず単調になるというシーンが多くありました。昨日の試合見る限りはですね、ディエゴとの連携、荒木の連携もあまり良くなく、攻撃がね、うまくいかなかったと思っています。これはね、実際ディエゴとの連携について荒木もね、記事で語っています。ディエゴと前線で組むケースがあまりなくて、練習から探り探りやっていたんですけど、完璧と言えるような感じではありませんでしたというコメントを残しています。やっぱり東京、これまでの試合でのね、組み合わせを見ても、まあ松木、荒木で、あるいはディエゴ、中川、まあ、このね、2人の組み合わせが非常に多かったと思います。まあ連携面っていうところを見ても、やはりこのどちらかの組み合わせが良かったかなと思いますので、今回その荒木、ディエゴの組み合わせ、なかなかうまくいかなかったというのが、まず一つ攻撃が不調の要因だったと思います。はい、はい、まあ、あとはね、荒木もね、やっぱりよりゴールに近いエリアの方が、荒木のこのプレーっていうのはより生きるなと思いました。そんな中、8分にはね、FC 東京、この試合での、まあ、数少ない決定機迎えるんですけれども、田原積田のシュートを一森に防がれて、得点ならずというシーンもありました。一方ですね、ガンバはボールをうまく保持しつつ、両サイドのね、スピードのある、まず右の山下、そして左、本当にフィジカルの強さもあるウェルトン、うまく使いながら攻撃を進めるという形で優位に試合を進めました。特にね、ウェルトンのフィジカル、今まで分かってましたけど、本当に驚異的でしたね。前半、長友と衝突するというか、ぶつかるシーンあったんですけれども、あの体の強い、体幹の強い長友が吹っ飛ばされるようなシーンもありました。それだけウェルトン のフィジカルというのはかなり脅威だと思います。前半の最後のところ、山下のね、カウンターからのシュート、なんとか大社を去って、防ぐというシーンもありました。そんな形で 0-0 で前半を折り返します。この試合、大使もね、本当に素晴らしいセーブいくつもありました。後半、まあ選手交代を駆使しながら流れ変えようとするんですけれども、ガンバ優の流れは変わっていきません。そんな中、85分まで試合が進んでいき、ついに失点してしまいます。右ウェルトンからのボールをうまくトラップして、
シュートした山田浩太のゴールによってガンバが先制します。これはあのトラップも素晴らしかったですし、そこからのね、まあ、コースを狙ったシュートというのも非常に技術高かったと思います。ピーターとしてはね、かつての教え子に、点を決められるという展開になってしまいました。ここのシーンね、直前のファールのところ、あの VR でも入ってましたけども、まあ、改めて映像を見てみても明らかなファールという印象は受けませんでしたね。まあ取られなくても、正直仕方ないシーンかなと思いました。さあ、そんな中東京中盤押し込んでいく中で、終了間際にエンリケのシュートでゴールかと思いきや、これもね、VAR が介入、オフサイドによりゴール取り消しとなってしまいました。まあこれも映像で、見るとですね、オフサイドポジションにいたエンリケがその後プレーに関与しているということで、まあこれはオフサイドの判定も致し方ないかなと思います。ガンバは5戦負けなしとなっています。さらにこの5試合、2失点と堅守が光っています。東京のね、攻撃面でのこの部分うまく潰されてしまったかなと、そういう試合でした。現在の東京の状況としてはもう首位町田との勝ち点差12に開いてしまっています。順位を見てみるとヴェルディもね、もう勝ち点2差に迫ってきているという状況で、これは本当に危機感を持たなくてはいけません。まあ、この試合はね、大使のセーブもあってよく1失点で抑えたなと、守備陣は踏ん張ったなと思います。ただ東京はですね、この攻撃のこの部分がしっかり抑えられてしまった時の2の矢3の矢というところが全然準備されてないなと思いました。松木のね、発言のところで記事になってるんですけれども、ガンバの選手も全然怖くなかったというような東京の攻撃に対して発言もあったということで、もうこれは非常に悔しいです。なぜ笑ってるの？いや本当にそう、笑ってしまうぐらい悔しいです。うん、いや屈辱的でしょ。その相手選手にね、そんな言われ方するなんて。笑いどころじゃないよ。笑ってる場合じゃないからね、この状況。松木から聞いたそうです、それは。でもガンバの選手にね、次、東京近鎮突戦が控えてるんですけども、ここに向けてメンバー変更含めて攻撃面の改善必要かなと思っています。まあ個人的にはやっぱ荒木、松木のこの2人、先発にさせるのがやっぱいいかなと思っています。今シーズンここまでね、ないこの連敗というところだけは絶対にしてはいけないと思います。本当に今上位から離されて苦しい状況ですけれども、ここから崩れてしまってはダメです。この苦しい状況をチームみんなとなって乗り越えましょう。突然は絶対勝ちましょう。以上が東京大ガンバの試合でした。さあ、続いて川崎の試合は彼から解説をお願いしたいと思います。今回は省略しません。省略しません。よろしくお願いします。お願いします。また勝てませんでした。はい、やられました。いや、お前こそヘラヘラしてんの。してない。いやいや、マジでどうしても上がりきれません、調子が。このチーム、はい、引く必要ないよ、線を。この作ってくださった下に、おい、はい、なんで笑えんの。じゃ、笑ってない。いや、上がりきりませんとか、お前の調子だろ、上がりきらない。いや、なんでエラエラしてるの、チームの状況。いや、だからもう正直内容もね、レイソルの勝ちだと思います、この試合。はい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 。まあ前半もね、はい。え、何よお前、おい。準備してきてんのか。いや、してます。はい。おー、早く話せ。前半から結構ね、柏のねプレスに苦しみましたね。特に細谷、木下のツートップ、はい、この2人かなり苦しめられたと思います。で、まあただね、決定機もたくさんありました。前半17分、右サイドの家永選手のパスから脇坂選手でうまくターンしてキーパーと1対1ってところ、そこ松本選手止められてしまいましたけど、はい、だその後もね、得点となったシーン、非常にフロンターレらしい攻撃で見てて最高だったんですけど、はい、ここもまたね、家永選手からハーフスペースに抜け出した小西選手に浮き球のパスで、それをダイレクトで落として走り込んできた脇坂選手、うん、で、エリア内の遠野選手とワンツーでもう完璧に崩してのゴールと、はいはいはい、この最高のゴールでした。本当にフロンターレらしい、いいゴールでしたね。ここでね、流れ乗っていけるかなっていうところで、またもう一個決定機ありました。前半35分ぐらいの相手のミスをね、ついてマルシーニョがキーパーと1対1ぐらいまで行ったんですけど、ここを決めきれずと、はいはい、もうね、17分の方か、このマルシーニョ選手の方か、どっちか一本で決まってればっていうような展開でありました。ただ決めきれず 1-0 で前半折り返して、こっからね、もう柏の猛攻を受けます、はい、本当に
シュート数もすごかったんじゃないですか。はい、なんか15分間に8本打たれるっていう、はいはい、そういうデータもありました、うん、この辺もね、ほんと危ないシーンたくさんあったんですよ。51分、マテウス・サビオのシュートが木下に当たったところ、そのディフレクションなんとかソン・リョンが防いで、はい、ありました、ね、足で防いでってなりましたし、でその直後にもね、2分後かな、木下選手の決定機もありました。そこもなんとか防いだんですけど、59分やられましたね。何そんなジェスチャーは。いや、やられましたね。またセットプレーでやられました。はいはいはい、浮き玉で、うん、1回はね、ちょっと一旦水、そこで水は意味がわからん。どう考えて水入れるタイミングじゃねえから。マルシオ、おりしゃれです。関係ねえだろ、新潟かレッツのマテウス・サビオのレキックから、はい、細谷かな、折り返して、でそれはなんとかね、ソニーはちょっとパンチングしたんですけど、そっから豊島にシュート打たれて、でこぼれたところを木下が詰めると、うん、またね、セットプレーでやられてしまったんですよね。本当にこれどうにかしてほしい、うん、はい、その後ね、63分ぐらい細谷の前からのディフェンス、はい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 、はい、ここのビルドアップ、フロントラインのビルドアップのところでボール奪われて蹴ってきてるのもありました。ここはなんとか防いでね、なんとか耐えましたね。はい、笑うな。また最後、歓喜の瞬間かと思われました。うん、瀬古選手のフリーキックからジェジェ選手のヘッド、まあ、そこはギリギリオフサイドだったということなんですけど、まあ、ちょっと心配なのは松本健太選手のね。いやー、心配ですね、ちょっと。そう、ただまあ、試合後、ツイートはされてました、本人からも。うん、無事ですと。はい、言いました。あと、誰か攻め落としないでくださいと、うん、そういう素晴らしいツイートもありました、はい、ポストが。では、元気になってくることを祈りましょう、それは。はい、うん、だシュート数もね、7対17。そんな差あんのか。何、何？はい。そんなちっちゃい時点、誰が見えんだよ。いや、ほんとにこんな差がつくぐらい、はい、もうやられてました。うん、頑張ってください。何、頑張ってくださいって何？立て直しお願いします。はい、いや、どうしたらいいんですよ、この川崎は。おい、見えんなよ。いや、もうまずシュートまでもいけてないってことなんで。はい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 、パスはね、たくさんしてるんですけど、うん、決定機まで全然持ち込めない、それ悲しい気持ちです。はい、あとやっぱり字がなくなってしまったのちょっと悲しくなって。悲しいって、お前どういうこと、散々こき下ろしといて。おい、お前が誘導したんだ。あれが支えでした。いや、支えとかじゃ。いや、その結果こんな作ってくださったら、なんでそういう言い方になるの。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、失礼します。はい、いかがでしたか。すいません、失礼します。さあ、講師変わりました。あ、この後私は見ていきましょう。それではですね、ここからは前節段階のトップ3のチーム、町田、鹿島、神戸、この3チームの動向を見ていきましょう。まずは町田対レッツの一戦になります。いやー、本当にね、町田の勝負強さ。いや、町田対レッツってのは何ですか。町田対浦和、はい、この一戦2対1町田が勝利です。本当にね、町田の勝負強さというところがずっと続いています。首位キープになります。一方レッツはですね、5試合ぶりの敗戦となってしまいました。さ あ、試合具体的に見ていきましょう。この試合ね、前半両チーム決定機までは至らないような展開、試合が動いたのは後半になります。おい、寝んなよ。なんでも自分の川崎の節電終わったらその態度やめろよ。うん、あとオンラインで受けていいですか。オンライン受講言うのはないです。全部オフラインです、こっちは。試合が動いたのは後半、52分にですね、平川のゴールで町田が先制に成功します。このゴールはですね、町田が得意のこの鋭いプレスで、ボールを奪って、ちょうどね、浦和も攻撃を仕掛けようとしていたタイミングなんで、まあ、左サイドバックの龍馬さんがこう上がったところのこのスペースをうまくついて、最後平川が決めるというゴールでした。まあ、ここもね、鋭いプレスからこの町田の攻撃始まっています。ただ浦和も直後に追いつきます。伊藤敦樹がゴールを奪って同点です。この試合ですね、右のクロスからヘディングで2人つないで、最後に伊藤敦樹がシュートして決めるというようなシーンでした。まあ、浦和も得点を奪うためにボックス内にですね、かなりの選手が入っていたので、そこが結実してのこの同点弾となりました。この後はですね、一進一退の展開が続いていき、このままドロー決着かと思われた
終了間際、町田がですね PK を獲得します。裏のスペースに、パスが来ることを信じて走り込んでいったナサンホが素晴らしいスピードで抜け出して、ショルツに倒されて PK を獲得というシーンでしたね。このアウェー埼玉スタジアム、しかもこの終了間際という非常にプレッシャーのかかる PK だったんですけれども、下田選手が非常に落ち着いて決めて町田が勝利となりました。この PK ね、あの西川もちょっとこうこっち刺して誘ったりしてるんですけど、そっちに飛んだ西川も触れないような素晴らしいコースに下田が蹴り込んでゴール。この得点が決勝点となって町田が勝利となりました。いやー本当に町田勝負強いです。ミッドウィークのルヴァンカップも勝利して、でかつこの試合もねアウェーに乗り込んでレッズに勝利ということで、本当に勝負強い姿勢がついています。なぜ君立ち上がってんの。いや何、いやいらねえお前ちょっと出てやれ前に、はい、黒田さんのジャンプいらねえんだよ。ということでね、まあ、その黒田さんのジャンプ話題に、お前台本の先取りしてないだろ。見てねえよ、はいはいはい、何を言ってんの、うん、ということでその黒田さんのジャンプもありましたけれど、この日はね、黒田さんの誕生日でもありました。この記事の中でもこの日が誕生日ということで、何よりも勝ち点さんのプレゼントが欲しいということで、もう一盛り上がりして試合前を送り出したとこういうふうに監督も語っていたそうです。ということで町田が引き続き首位キープ、黒田監督にとって素晴らしい誕生日となった、そんな一戦でした。ありがとうございます。さあ続いていきましょう。これはライブ配信しました鹿島アントラーズ対コンサドーレ札幌の一戦、3-0鹿島が勝利となりました。まあ終始ね試合を優位に進めた鹿島が3連勝、鹿島はなんと7試合負けなしとなっています。さあこの試合に関してはですね、やっぱりこの中盤の守備力ね、鹿島は素晴らしく相手を上回っていたと思います。佐野、そしてもう今季すっかりボランチに定着しているこの知念ね、この2人の中盤の守備力というところが非常に効いていて、主導権を握った一戦だったと思います。一方札幌はですねパスミスも多い中、初シュートが前半の32分、菅野のロングキックからキム・ゴンヒが落としてスパチョークがシュートというシーンでしたが、これは惜しくもゴールから外れるというシーンになってしまいました。そんな中で鹿島が試合優位に進めていく中、39分、名護のゴールで先制に成功します。このゴール一度は菅野が止めるんですけれども、それも実らずゴールとなってしまいました。このゴールもちろん鹿島のゴールも素晴らしいんですけれども、ちょっとね札幌のディフェンスラインの乱れというところがだいぶ気になりましたね。そこで前線の名護はだいぶクリーンになってしまっていたので、ここは札幌の守備非常に心配です。さあそして後半の立ち上がりにも守備のほころびをついて鹿島が追加点を取ります。ディフェンスからゴールキーパー菅野へのこのつなぎのところを少し乱れたところ、菅野がなんとかクリアするんですが、そのボールが名護に渡りゴールキーパー出てしまっていたんでね、そこをうまく見て名護が決めて追加点。ここもちょっとね札幌のビルドアップというか守備の乱れからの得点となってしまいました。この後鹿島はチャブリッチ、さらにはしばらく柴崎しばらきって何柴崎も投入して、さらに優勢になっていきます。中盤には鹿島チャブリッチのダメ押しの3点目もあって万事休す。鹿島は途中投入のチャブリッチ、あと柴崎も良かったですね。いいプレーを見せて、非常に今後も期待できる内容でした。札幌は特に、この試合通して守備面が不安な一戦で、今後が心配になる展開でした。札幌のね選手もこの状況に対して危機感を口にしています。この記事によると、シーズン序盤から降格圏内に留まっている状況に、 J2 に降格したら本当に失うものが多いし、そこだけは何とかしないようにしたいと、本当に危機感を強くにじませるような発言をしています。札幌この苦境を立て直すことはできるんでしょうか。さあ一方鹿島は2位となっています。さあ続いてこちらの一戦見ていきましょう。神戸対ヴェルディの一戦、0-1でヴェルディが勝利となりました。この試合はですね、神戸が本当に試合を通して終始押し込む支配する、そんな展開だったんですけれども、1得点も奪うことができず敗戦となってしまいました。神戸はこの首位争いをしていくという中で、手痛いリーグ戦2連敗に鹿島との勝ち点差が3となってしまいました。一方ヴェルディはですね、前節は5失点の大敗という状況の中、この試合は無失点で勝利と、そういう結果になりました。この試合に関してはね、本当に神戸が前半から押し込み続けます。相手の倍以上のですね9本の枠内シュートを放つんですけれども、得点を奪えないと、そういう状況でした。試合を通して神戸が支配するんですが、そ
んな中後半20分にですね、山口蛍がクロスボールをクリアしようとしたところ、そのボールがそのままゴールに入ってしまい、オンゴールとアンラッキーな形で、先制されてしまいます。この後も神戸は攻撃を仕掛けて得点狙いに行くんですけれども、ゴールまでは至らず、そのまま0対1ヴェルディが勝利となりました。ちなみにですね、神戸のこの連敗というのはなんと実に1年半ぶりの連敗だということです。去年もなかったらしいですね、優勝した年も。そうだそうです。はい、はい、ということで、神戸は現在3位になっています。さ あ, あその他の試合もね、要点まとめて見ていきましょう。セレッソ対広島の一戦、1対1のドローとなりました。前節、久しぶりに勝利を挙げたこの両チームの一戦、ドロー決着となっています。この試合、試合が動いたのは後半になります。53分に、コーナーキックから広島の荒木が決めて先制に成功。まあ、5月3日のね、新潟戦でもコーナーキックからゴール決めてましたけれども、そこに続いて、今季2得点目となります。このまず荒木のプレーとしては、ディフェンダーがね、いないスペースにマークを外してうまく入り込んだ、この動き素晴らしかったです。あと解説の方も言ってましたけど、その荒木に競りに行こうとしたディフェンスの鳥海をね、うまくブロックした、この中野のね、動きも非常に良かったなと思いました。そんな形で広島が先制に成功します。さあ、その後はですね、広島が追加点となるようなその決定機は逃し、今度はセレッソにゴールが生まれます。コーナーキックから、ファーサイドをフリーになっていた西尾がゴールを決めて1対1、セレッソもセットプレーから追いつきます。その後終盤はですね、セレッソが押し込んで逆転を狙うんですけれども、そこは逆転までは至らずということで、この試合1対1のドローという決着になりました。さ あ, あ、それでは続いてこの試合見ていきましょう。名古屋対、京都サンガ FC、こちら1対1のドローとなりました。めんなよ、はい、うん、苦しんでいた京都が、実に6試合ぶりの勝ち点を手にするという試合になりました。京都この試合1点取ってますけれども、得点を取るのも3試合ぶりとなります。一方ですね、名古屋としてはこれ勝ち点3を取れなかった試合と言えるでしょう。押し込む時間も非常に多かったですし、決定機もね4回ほどありましたので、追加点を奪えず勝利取れなかった試合となりました。前半はですね、名古屋がチャンスを作っていく中、決定機を逃していく中で京都に先制点が生まれます。平戸の素晴らしい浮き球のね、スルーパスに対して豊川がダイレクトでのシュート、このゴールで京都が先制に成功します。素晴らしい浮き球のね、パスと素晴らしいダイレクトボレーでした。さあ、その後両チーム決定機あるんですけど、そこを決められない中、名古屋に同点弾が生まれます。椎橋がね、同点弾を決めます。このシュートクリアに行ったディフェンスに当たってコースが変わったので、ちょっとゴールキーパーにとってはね、止めるの難しいシュートだったかもしれません。クリアに行ったディフェンスでした。まあ、じゃないか、クリアに行ってはないかな、ディフェンスに当たりました。何やってんの。ちょっとすいません、ディフェンスが決壊したようでこっちのこのね、ゴール、椎橋のシュートもまあいいんですけれども、椎橋にアシストしたこのユンカーのね、ボールキープ、これも非常に素晴らしいプレーでした。終盤はまあ先ほども言ったように、名古屋が押し込んでチャンスを作っていくんですけれども、残念ながら追加点は奪えず1対1のドロー決着となりました。さ あ, 続いてこちらの試合見ていきましょう。岩田対湘南の一戦、いやこれ非常に面白い試合になりましたね。3対2、ジュビロが逆転勝利となりました。岩田はこの試合で6試合ぶりの勝利となりました。ちなみにこの試合ではですね、今年で13回目となる岩田市小学生一斉観戦授業が行われていたそうです。この試合、まあ、小学生とかお子さんもたくさんいてですね、スタジアム素晴らしい雰囲気でした。僕もちょうどね、アウェーで山形スタジアム東京試合見に行った時に、この試合の時にあたってね、まあ、小学生もすごいいい雰囲気作っていて、やりにくかった思い出あります。やりにくかった。いやいや、そう、相手としてはね、やりにくかった、やりにくかった、子供かわいそう。いやいや、その対戦相手としてはね、いやいや、子供っていいな人間って、いや、お前みたいな人間がいるの子供がいづらくなる。なんでだよ。でもやりづらい、俺を好きな子供もいいんだよ、さくらちゃんと。子供いっぱいいたらやりづらいんだよ。好き、俺はね。いや、いや、独特な雰囲気がありましたっていうなら、まだ、うん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 、やりづらい。いやいや、すごい雰囲気だ、褒め言葉でしょ。それぐらいホームの雰囲気は作られてたっていう、岩田にとっては独特な、いい雰囲気でした。ちょっと分かったよね、うん、やりづらいって、ね、やりづらいってことですよね、失言でした。大変、うん、大変失礼しました。いや、でもね、このたくさんの小学生がね、岩田の逆転勝利を見れたというのは非常に大きいんじゃないでしょうか。うん、
やっぱね、それこそこの試合でね、初めて試合見た人とかもいると思うんでね、はい、はい、いや僕もそれこそやっぱ小学生のね時に見に行った FC 東京の試合っていうのは印象に残って、やっぱ今もね応援続けてるんで、ここからねたくさんのジュビロ磐田サポーターが誕生するかもしれません。いや嬉しいですね、うん、素晴らしい取り組みだと思います。はい、はい、さ あ具体的に試合見ていきましょう。まずはですね前半、湘南がですね衝撃の開始17秒での先制に成功します。ルキアンのヘディング弾で先制。まあ、これフルス弾となるので、少しルキアンのパフォーマンス控えめでしたね。で、さらにはその後、福田も PK で、追加点を奪って、まずは湘南が試合を優勢に進めていきます。ちなみにこの PK のところはね、1本目川島がうまく止めたんですけれども、ラインを出ていたということでやり直しになって福田が決めたと、そういった PK でした。一方、岩田の反撃なんですけれども、前半のね、うちに1点返せたということが非常に大きいんじゃないでしょうか。山田がエリア内ね、ディフェンス陣に囲まれながら、ニアに打ち抜いた素晴らしいシュートで1点返します。ここに至るまでの平川とのパス交換連携というのも非常に良かったですね。さ あその1点差のまま後半に入って試合は進んでいき、82分です。フェイショットのゴールで、ついに岩田が同点に追いつきます。岩田が同点に追いついたその後です。86分に、素晴らしいゴールが生まれます。レオ・ゴメスがゴラスト、長い距離のですね、ミドルシュートが相手の頭に当たって、コースが変わってゴールと、そういうシーンでした。相手の、ね、頭に当たってるところあるんですけれども、あの距離からシュートを打つと、そういう積極的な姿勢がこのゴールに結びついたと思います。岩田劇的な逆転に成功します。あとこのゴール非常に良かったですが、レオ・ゴメスがねゴール決めた後、小学生たちがいるバックスタンドのねところに行ってこう盛り上げるようなゴールパフォーマンスをしたっていうのも非常に良かったですね。あれは最高ですね。うん、あれはもう絶対この見た小学生にとっては本当は忘れられないシーンになったと思います。忘れてますよ本当にかけがえないシーンになったと思います。さあこれはねオプタジローのデータになるんですけれども、ジュビロが J1 の試合で2点差のビハインドから勝利したのは2018年11月の広島戦以来ということで、ジュビロにとって本当に久しぶりの逆転勝利となりました。おめでとうございます。さ あそれではこちら最後の一戦です。新潟対、福岡の一戦、1対2、アビスパが勝利となりました。福岡がルバを組めた公式戦の連敗を3で止めるという一戦になりました。さあこの試合まずは前半35分、福岡が先制します。フリーキックなんですけれども、福岡の前が素晴らしいゴールを決めました。距離があるフリーキックだったんですけれども、パー側の、ゴールポストとあとはバーのこう境目付近に、当たるような本当に素晴らしいコースにボールを蹴って今季初ゴールとなりました。この前のゴラストで福岡が先制に成功します。さあ後半は一進一退の展開の中、フリーキックの流れから今度がクロスを上げるんですけれども、そのボールが、そのままゴールインして、2対0、福岡2点差をつけます。この今度のクロスもね、いいんですけれども、ここにパスを出したこのグローリーのディフェンスに囲まれながらのこの収めパスというのも素晴らしかったと思います。一方新潟はアディショナルタイムに1点返すんですけれども、時すでに遅しということで、このまま福岡が勝利となりました。まあ福岡にとってはね、ルヴァン敗退という悪い流れをこの試合で払拭することができたんじゃないでしょうか。そんな形で福岡勝利という一戦でした。さ今節はね9試合となるので以上見ていきました。まずは順位表を見ていきましょう。こちらになります。ご覧の通りね、町田が勝ち点35かな、首位キープとなっています。さらにですね、ガンバが5戦負けなしで、勝ち点積み重ねてきました。いやだいぶ上がってきた、ね、そうよ。3位神戸とも勝ち点1差に、迫っているという状況です。はい、いやー本当に堅守が光ってますガンバ。下位の方を見てみると現状でいうとまだね上と大きく、まあ、その降格圏の上のところと大きく勝ち点差が離れているというチームはない状況なので、多分最大でも京都がね勝ち4差ぐらい離れてる形だと思うんで、まだまだその下位のね状況も分からない状況が続きます。9位から15位の6差ですね。はい、9位ってなんでお前東京の9位わざわざフックしてんのそれ9位から15位なんてするか、本戦の注目エリアとして。はい、9位から15位混戦です。あんま聞いたことないけどね。はい、はい、ということで順位はこんな感じになってます。さ それではベストゴール発表したいと思います。私のベストゴールはまあちょっと迷ったんですけども、川崎脇坂さんのゴールにしたいなと思います。私もそれです。うん、右サイドのねパス、ダイレクトの部分もあり、まあ細かいつなぎで本当川崎らしい、崩し素晴らしいゴールだなと思って、私は脇坂さんのゴールを選びました。あ
ありがとうございます。はい、あなたもそれですね。はい、はい、さ あ、 あそれでは次節について説明させていただきましょう。まず5月29日の水曜日 ACL でね延期となっていました、あレイソル対マリノス、これ J リーグ9節の試合があります。はい、はい、そして17節に関しては5月31日金曜日から6月2日日曜日にかけて行われます。まず31日の金曜日、東京とその一戦がありますので、こちら配信を行う配信をいや、自分で配信って言ってんだ。配信を待っていきたいと思います。配信お願いします。違います。うん、土日に関しても配信ねやっていきたいと思います。まず土曜日は、まあ、ちょっといろいろカードがあるの迷ったんですが、まあ、ちょっと注目の名門対決で国立競技場の開催で注目されているということもあるので、鹿島対マリノスの一戦、ちょっとこれまず配信したいかなと思います。そして夜には京都対セレッソも見ます。そして6月2日はねヴェルディ札幌、川崎、名古屋、柏、福岡、この3試合見たいと思います。はい、はい、まあ私の注目はさっきも言ったようにこの鹿島対マリノス、このちょっと名門対決、これ注目したいと思います。はい、あなたありますか注目カードの方は。いや今節でいったらそこじゃないですか。うん、まあ国立開催でもあるんでね、お客さんもたくさん集まると思います。はい、鹿島もね結構原宿とかでもいろいろ PR を展開されてるみたいなんで、まあ、気になる方は見てみてください。さあということで、J リーグ第17節も皆さんで一緒に楽しんでいきましょう。はい、それではまた次節お会いしましょう。本当に視聴者の方ありがとうございました。さよなら。さよなら。この動画いいと思ったら高評価お願いします。